はいから漫才今日のゲストは、浪曲師、演歌歌手としてご活躍の菊池まどかさんをお迎えしております。えー、2週間にわたりいろいろお話を伺ってまいりましたあともう10分少々でお別れという大変寂しい感じがいたしますが、はい、あの、まあ、6月ですんでね、まあ、2011年ももう半年終わりまして、はい、これからまあ後半、あるいは来年に向けての何か夢とか、 はいえー、こんなことやりたいのがあれば教えて、目標なんかあれば教えていただきたいんですけど。そうですね。やっぱり浪曲師なので浪曲師としても、一席浪曲と、そして演歌歌手菊池まどかとしても、両方足したものを こう舞台で自分のワンマンショーじゃないですけども、うそういうものを披露できる機会がいただけたらありがたいなというふうに。そうですね。はい。ね、でちょこっとその中にお芝居もできたらいいかな。ね、はい。いや絶対ねそのうちできますよ。はい、もうここまで来ちゃってるんだから。頑張ります。えー、はい。でもあれですかやっぱりあの歌の練習もしなきゃいけないけど、はい、やっぱ新しいあ今のネタを磨くことも必要だけど、あと新しいネタを。 まあ古典のいろんな作品をこう覚えるという,うで,、ねはい、で自分のものにするというお稽古もこれずっとやっていかなきゃいけない方があるじゃないですかうそうなんです大阪の浪曲公演の時にあの必ずまた師匠のところにお稽古に行かせていただいてますのでそこでまあ師匠が全部覚えてはるネタは全部やっぱり弟子としては覚えて、ね、相当あるんでしょうねありますね受け継いでいかないといけないで受け継いでいかないといけないですよねどうなんですか師匠は厳しいですか 優しいですかお稽古の時は厳しいですけ、ね、終わればすごくもう何か旅に行こうかとかあの優しい言葉たくさんお,<ー>お稽古の時はやっぱりいちじく 言葉間違えたらあかんらああああこう表現の仕方ただとかそうですね話し方だとかやっぱりそこをいろい細かく教えてくれますねああそんな師匠は本当におられないと思うのでありがたいで,、えー、でもやっぱ30分近くネタをやるっていうのはこれ大変ですよね、うん、大変ですね,ね<え>体力はもちろんやっぱりいりますけどもこうどう 練り上げていくっていうか表現していったらいいかっていうのですごく悩むのでやっぱりこうお客様の拍手で、はい、あの昔ねデビューした頃と今とでこう,、はい、こうお客さんの反応がこう今日厳しかったなとかってわかるもんなんですかそうですね。 今の浪曲どこで拍手したらいいか分からないっていう皆様も多かったりくて一応なんかこう節の落としっていいまして盛り上げて落とす節があるんですけどその節の終わりの時にはこうそれがマラーですかルールがあるんですね一応歌舞伎なんかでもね「中村や!」とかんかね「窓か!」とかああいうの聴いててああこういうもんなんだって僕もね 呼吸がありますよね,あるんですねだからやっぱり知らないとね <laughs> はいこうねあのこれクラシックの、あのー、コンサートなんかでも、はい、終わったからと思ったらここはたたかないっい言ったでしょ <laughs> 分かんないの。<laughs> <laughs> そうなんですよと一緒ででもやっぱり師匠が舞台に立たれるともうやっぱり出てきた時はもちろん拍手から始まりちょっと変わった節とか節を落とすようなもんならばっと拍手されるのでまだまだその息に達してないなというでもその先生のファンの方も「ああ子ちゃん頑張って嬉しいね」って言って歌手としても活躍してよかったねっていう方がやっぱりいるわけでしょありがたいです両方応援していただけるということで。 僕の方から演歌の方から両方から、はい、ファンの方がね、はい、戻ってらっしゃるところがそうなんですやっぱり日本のね、はい、アーティストさんの中でもすごい珍しい貴重な存在だと思いますよね、うん、頑張りますはい、えー。さてあの毎回ゲストの方に座右の目を書いていただいております、はい、今日色紙を用意させていただきました、はい、こちらのマジックの方にちょっと座右の目と,とサインの方もお願いできればと思います、はいえー、ぜひよろしくお願いいたします えさて、この間お借りしまして、もう一度宣伝させていただきます。えー、菊島ま子こさんのサードシングル、えー、菜の花列車。こちらですけれども、定畜レコードの方から、今、絶賛発売中でございますので、ぜひ、お買い求めいただければと思います。あと、まどちゃんのいろいろなコンサートだとか、あるいはプロモーションの日程だとか、舞台について聞きたい方は、あーホームページの方、オフィシャルホームページの方をご覧ください。えー、菊島ま子で検索いただければ、 出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。さて、出来上がりました。元、はい、気いっぱいのマドカさんですが、こちらの方に、はい、ぜひ、ご披露いいじゃーんじゃあ、自字うまいっすね。いけますかはい。千里の道も一歩から菊窓川、菊池マドカ。いいっすね。やっぱりあれですか、一歩一歩、日々努力。そうですね。やっぱり、思いとか望みは高くても、そこへ行くには、 やっぱり自分の実力なり、肥やしなり。まあいっぱい肉をつけていかないと、いきたい。たどりたいところには、たどり着けないというふうに思うと。そうですね、まずは、一歩一歩かなというふうに。はい。考えます。まあ、二週間、お話を伺いまして、おいてください。はい、あの、いろいろ感じるのは、やっぱり、あの子供の頃から。お父さんの影響を受けて。はい。浪曲やったり、民謡歌ったり。 でも多分その当時は楽しみながらだけど覚えたりするんで努力をねずっとしてきたことが今の円子さんの悔しになってるんでまさに千里の道は一歩からっていうその在庵の目通りに何か生きてきて今があるなという感じしますますでもどうしてそんな頑張れるんですかねそのモチベーションの高さっていうのはどこから。 どこなんですか何なんですかねこの明るさとかやっぱり食べることとでやっぱり支えていただいているたくさん周りにいてくださる皆さんの支えがあってこそ今があるのでご恩返しがしたいというところがやっぱ一番ですね、はい、前向きですよねそうですねやっぱりあんまり細かいことを気にしてると前に進めなくなってしまうのでう、ねうね、もう目標を一つ持ったら やっぱり早くまあ師匠にしても恩返しできるように頑張りたいと思ってます。そうですね。はい、やっぱり僕はね、あの歌とか楽曲だけでなく、マノカさんのやっぱりこの人間としてのマノカさんの存在、はい、まあ明るさだとか元気さだとかこうほらね、はい、そういうものが僕今の時代やっぱりまあこの東日本大震災以来、はい、日本中が今暗くなって頑張って明るくしようと。はい もう一度元に戻るように努力しようってことでみんなが頑張ってますけど、はい、そんな時にキラキラ光るこういう方の存在っていうのが僕は非常に大きいと思いますんでねやっぱりこの時期こういう将棋仕事についてることも天命だと思うんで、はい、ぜひ頑張って、はい、これからもね菜の花列車いろんな各地域で、はい、え歌いつい いただきたいですねありがとうございますぜひ頑張ってください体に気をつけて、はい、あのー、新歌舞伎座の方の公演も成功されることを祈り申し上げますどうも1週間ありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、毎週ご案内しておりますがハイカラトップページの左上にポストのマークがございますのでそこをクリックしてくださいこの番組へのご意見ご感想などメールすることができますメールの方もお待ちしておりますマドカちゃんのサードシングル、えー、ナノアナレッシャ でチクレコードから出ておりますのでよろしくお願いいたします。えー、そんなことで2週間本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひどんどん、はい、もしかすると今年のおみそは、ね、レコード大象の方で出たりなんかするかもしれないんで頑張ります。また偉くなって今になっても来てくださいね。はい、もちろんです、ね。よろしくお願いしますよ。お願いいたします。えー、本当にありがとうございました。ありがとうございました、えー。次回はもう月末になります6月の24日この番組でまたこの時間にお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。